ベネチアン・スネアズ、1975年1月11日体は、カナダ・ウィニペーグ出身のミュージシャン。インテリジェントダンス・ミュージックや、ハードコアテクノ、その中でもブレイクコアを代表するアーティストの一人。ミニマルを応用した非常に複雑かつ強烈な、ブレイクビーツは、現代最高峰との誉れ高く、またメロディに重点を置いた曲が多いこと、アルバムごとに、 様々なジャンルを取り入れることが特徴。中でも、ファンクを取り入れた2002年の、ヒギンズ・ウルトラ・ロート・ラック・グルー・ファンク・ヒッツ1972-2006、クラシックを取り入れた2005年のアルバム、ロス・チー・ラグ・アラット・スラテットは、ブレイクコアの代表作として知られる。プラネット・ムエの参加直後のアルバムは主にイドムに分類される。ブレイクコアは、他社の曲を大胆にサンプリングして作られることが、 多いが、ベネツィアンスネアーズは自らサンプルを作ることが多い。そのため著作権法に抵触せず、決してメジャーではない。このジャンルにおいて高い知名度を誇る、得意なアーティストとなった。1975年、カナダのウィニペグに生まれる。1992年には自前のレーベルで活動を開始。1999年の12インチ、グレッグヘイツカ・カルチャーがきっかけで、 ミュージックことマイク・パラディナスが主催するレーベルプラネット・ミューに参加。そして2001年テクノコアシーンがマンネリによる停滞に沈むただ中にリリースされたアルバムメイキング・オレンジ・シングス・ソングズ・アバウト・マイ・キャット・ドールドールドールは同じミュージシャンが作ったとは思えない多彩な作風でハードコアテクノ系のアルバムには辛口であったアルミュージックでも高い評価を受ける。 翌年のアルバム、ヒギンズウルトラロートラックグルーファンクヒッツ1972から2006がヒット、ブレイクコアの知名度を一気に押し上げる。また同年に発売された、ヒュージクロームシリンダーボックスアンフォールディングは、同じビートの反復がほとんどないという異色の挑む、として注目される。この後も、精力的にアルバムをリリース。2003年に、リリースされた、 ザ・チョコレート・ホイール・チェア・アルバム、2005年の、ミト・ホル、2006年の、キャバル・ケイド・オブ・クリー・アンド・ダ・ダイスト・ハッピー・ハード・コア、ポンポンズなどは、彼の代表作とされ、特に2005年のアルバム、ロス・チー・ラ・グ・ア・ラット・スラテットは、ブレイク・コア史上最大のヒット作となる。現在は、デビュー当時ほど多作ではないものの、音楽活動を続けている。ありがとうございます。